山に関する怖い話ってたくさんあるからもういくつか話そうかなさっきの話でちょっと話したけど山には神聖なものがいるとされているんだ物って言ったら語弊があるかな要するに神様だよどんな山にも 必ず神様がいると信じられているんだ。これは昔からある信仰らしくてね。地方によっていろいろと考え方が違っていたりするんだけど、神聖なものが住まう場所として山が崇められてきたのは事実なんだ。そういう話は吐いて捨てるほど残されている。その中から一つ話そう。山に住まうものの話をね。 慣れの果て林業を営んでいる人から聞いた話その人の仕事は会社の管理地である山林に赴いて木を伐採したり植林したりする仕事木材を効率よく生産するために山林を管理するって言った方が正しいかなそんなことをなりわいにしているからか会社にはたまに 別の仕事も舞い込んでくることがあった。どこどこの木を切ってくださいとか、どこどこの林をきれいにしてくださいとかね。そういう単発の仕事の方が意外と金回りがいいんですよねって言ってたっけ。ある日、こんな仕事が舞い込んできた。とある山の斜面にある大木を伐採してほしい。なんでも山の斜面に太陽光発電のソーラーパネルを設置するから、 邪魔になる大木を切ってほしいと、依頼を受けて、早速調査に赴くと、なるほど。確かに立派な大木が山の斜面にそびえ立っている。これほどの規模なら、これほどの重機を使って、これこれこういう風になりますねと、お客さんと打ち合わせをしていると、ふと視線を感じた。振り返ると、一人のおじいさんがこちらをじっと見ている。あ、どうも。 こんにちは。ビジネススマイルで挨拶をすると、おじいさんは無反応でどこかへ歩いて行ってしまった。ああ、あの人は気にしなくてもいいですよ。お客さんがため息まじりに言う。どういうことですかって聞くと、こんな答えが返ってきた。あの人はね、随分と昔からこの辺に住んでいる人なんですよ。昔は漁師をしていたらしくてね。 ここいらの山一帯があの人にとっての庭みたいなものだったんだと聞きました。まあ、今となっては私の土地なんですがね。どうも、私が土地をいじるのが気に食わないようで、その度にあれやこれやと口出ししてくるんですよ。懲りずにね。はあ、それで先ほどは。ええ、ついこの間もこの木を切るんじゃないって食ってかかってきましてね。あ、安心してください。 警察沙汰にしてやったから、もう何も言いに来ることはないでしょう。ははは。軽い感じで警察沙汰にしてやったと笑うお客さんに、少々不安を覚えながら、打ち合わせを終えた。帰るために道端に止めていた車に向かっていると、また視線を感じた。振り返ると、あのおじいさんがこっちに近づいてくる。うわ、と思って身構えていると、おじいさんは目の前まで来て、 こう言った。あんた、あの木を切るのかいは、はい。そうかい。私はもう口出ししないつもりだったが、これだけは言っておく。いいか、あの木の慣れの果ては、切ったあんたたちには何もできないだろうが、後に寄りつく者には容赦せんぞ。えそれだけ言うと、おじいさんはスタスタと歩いていってしまった。 切ったあんたたちには何もできない。どういう意味なのかわからなかったけれど、とりあえずその日は帰った。そして当日、何事もなく、無事に大木は伐採された。事故もなく、怪我もなく、不気味なほどトラブルは起きなかったそうだ。これでソーラーパネルが敷ける。金のなる木を植えるってわけですよ。あははは。 そう言って笑うお客さんに挨拶をして早々に引き上げた。仕事中、あたりを気にしていたけど、あのおじいさんが現れることはなかった。それから何年か後のこと、別の仕事に向かうために車を走らせていると偶然その山を通りかかった。すると、妙なことが起きていた。木が伐採されて、鍵山になった斜面がそのままで、 ソーラーパネルが設置されていなかったんだよ。あれお客さん、設置しなかったのかなそんなことを思っていると、その鍵山の斜面に人影が見えた。んなんだあれ誰かいる人間、なのかあれそう思った瞬間に、ふっと意識が途切れた。次の瞬間、自分の目に映っていたのは、車のエアバッグだった。 あ、あれ何がどうなったんだ気がつくと、車が道路から外れて、ガードレールに追突していた。痛む体を車から引きずり出して、自力で救急車を呼んだ。幸い、大事には至らなくて、軽い打撲だけで済んだそうだ。もちろん乗っていた車は無事じゃ済まなかったらしいけど、車用車で事故ったから、会社からはひどく怒られてしまった。 事故の理由を尋ねられたけど、思い当たる節はなかった。急に気絶するような持病を抱えているわけでもないし、寝不足ってわけでもなかった。結局、居眠り運転ってことで処理されてしまった。不服に思っていると、事故る直前に見たものを思い出した。そういえば、あれは、それから、会社の人づてに、下段のお客さんのことを聞いてみた。あの、 何年か前のどこそこのお客さんって、結局ソーラーパネルを設置しなかったんですね。んああ、あのお客か。あそこ、今は相当ひどいことになってるぞ。ひどいことああ、あれからソーラーパネルの業者を呼んだらしいが、とんだ手抜き業者だったらしくてな。ほら、一昨年くらいの梅雨に、豪雨災害が起きただろ。あの時に、地滑りが起きて、 基礎ごとソーラーパネルが全滅したんだ。お前、見に行ったのかちょっと地形が変わってただろあ、そういえば。その後もな、土木屋を呼んでどうにかしようとしたらしいが、ショベルカーがひっくり返ったり、怪我人が出たりで大変だったらしいぞ。結局、地質が悪いだどうだで、ほったらかしにされているんだと。え話を聞いていると、 すっかり忘れていたあのおじいさんの言葉を思い出した。あの木のなれの果ては、切ったあんたたちには何もできないだろうが、後に寄りつくものには容赦せんぞ。あれは、何だったんだろう。なれの果てとは、おじいさんは分かっていたとでも言うのだろうか。ちなみにそのお客さん、その何年か後に、会社に訃報が届いたそうだ。何だったんですかね、あれ。 その人は不思議そうに話し終えた。僕は気になって聞いたんだ。事故る直前、山の斜面で一体何を見たんですかって。そしたらね。うーん、なんと言えばいいのやら。あの、ほら、猿いるでしょニホンザルっていうよりは、チンパンジーというか、毛が真っ黒なんですよ。顔もね。それでいて、手が異様に長くて、 ぬめっとしているというか、マレイグマって知ってますあんな感じというか、何よりもね、縮尺がおかしいんですよ。遠目からでも異様に大きかった。まるでいびつな巨人のような。そんなのがね、山の斜面にいたんですよ。それを見た瞬間に気を失いまして。それって大木に宿っていたものなんですかね。 いやーやっぱりそうなんじゃないですかね。それがいたのは、あの大木を切った切り株のあたりでしたから。僕はこう考えているんだよね。かつて山にいた神聖なものが、その大木に宿っていた。それを切ってしまったせいで、居場所を失ってしまった神聖なものは、不幸を呼び寄せる邪悪なものになり果ててしまった。本当のことはわかんないけどね。たまたまそこら辺にいたものが、 あぐらをかいているだけかもしれないけど。でも、それにしては異様な姿だよね。まさに異形だよ。それとも、もともとそういう姿なのかな。<laughs>